のりこさんはいてぺさんこんにちは明けましてはいおめでとうございますそうですね明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします今年もよろしくお願いします <laughs> 本当になんかこういうトーンですよねねそうですよねまあまあまあなんかねちょっとかしこまったというか

頭を下げないと変ですよねむしろ、うん、必ず頭下げるでしょそう,そうね頭下げずになんか言えないいセットですよね <laughs> セットですよねこれはもういわゆるリチュアルみたいな感じでもう,うん,なんかしないと変な感じねそんな感じがするそんな感じででもあのー、生徒さんによっては「先生お辞儀しないでください」みたいな <laughs> でもお辞儀ってその <laughs> なんていうかな、うん、まあ想像とちょっと違って、うん、もちろんあのフォーマルな時とかもするんですけど、うん、特にこういう時って意味もなくしてますよね。別にそのね、紀、ね、子様っていう意味はないけど、じゃないじゃないじゃない。とな,な,、うんうん、なんか自然とね、あの頭を下げて、うん、あのまあ一年一回のことですからね。う,ねうん、まあそう。はい やっぱりに日本でそういう日本の習慣に慣れてね挨拶そのタイミングでするってなるとやっぱ自然にしちゃうんじゃない、ね、そう、うん、私そう思いますね。なのであのおかしなことじゃない。<れ>うん、そうこれを聞いてる人もあの必ずあけまして、うん、おめでとうおめでとう <laughs> 私はそんな声を出さなかったけどね <laughs> よ,ろ <laughs> よろしくパパーみたいな,なんか音がなってそうですよね。<laughs> ちょっとなんかあの歌舞伎みたいな。そう、私もそう思いました。歌舞伎町で。<う>はい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 。いは,いはいはい。ぱぱみたいなね。はいはいはい。まあ <laughs> まあ、まあの本当真面目な話、テペさん、今年も、あのよろしくお願いします。毎週毎週またね。たくさん、お話をさせてください。よろしくお願いします。<laughs> はい、よろしくできないできない私は。普通に <laughs> よろしくお願いいたします。<laughs> ままあまあ2024年の始まりをのりこさんは新しい部屋からはいはいそうですね,ねよかったですね、うん、やっぱりあのその引っ越しが終わってね終わってねもう本当にほっとしてはい<う>あの今週いつも通り仕事を始めましたからもうなんかルーティン戻ろうと努力してるとこですね、うんうん、あの2日からですかははい私も夫も夫日から、はい、やっぱりあの他の他国は 早いですよね。うん、そうだね。はい。あ、まだお正月子供はお休みだもんね。ねそうですね。子供たちは来週の火曜日から。あ、来週火曜日<う>。月曜日お休みだって祝だったっ。月曜日成人の日ですよね。そうか。成人の日。そうそうそう,そう大人になる日です。あ、そうか、はい。じゃあ今年なんかいいカレンダーなんですね。お休み取る人はなんか月曜日まで一気に。 いや、えっ、ー、とね、うん、実は今日から仕事の人多いと思います、ね。ああ、そっかそっか。はい。今日と明日を、うん、明日は仕事の人が多くて、うん。で、また3連休みたいな。まあ、<う>まあそうですね。たくさんの人は多分、1、2、3は休んだと思います。うんうん、そして、まあ週末から土日月またですよね。うーん,、うんうん。なるほど。なんかあんまり良くないと思いますよね。か何か休みすぎてってことじゃなくてそう、<も>やっぱりなんか、 あ,のまあ他の国はちょっと正月が早すぎる気はするんですけどそのまあでもその分ね<休>例えばまあクリスチャーの人はさクリスマスのまあクリスマスと休むじゃないですけどでもまあそのやっぱり1月のね最初からも、うん、よしなんかまたルーティンだって早く戻る感じがするでしょうんうんする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 <う>本当に、うん、なんか日本の場合はなんか最初の2週間ぐらいはまあなんか休んだり、うん 仕事したり、うん、挨拶したりみたいな,、うん、なんかちょっとまあそうですねやっぱり1月の途中からって感じですよね始まりなるほど、うん、なるほど、うん、だからまあでも、まあね、まあいいんじゃる、うん、まあ僕僕からすればもう早く子供や奥さんや他の <laughs> あの大人たちには仕事に戻ってほしくて <laughs> はい そっかしかもね日本の場合カフェとかもまだほとんどの店はあの個人店ですね個人でやって小さいお店は来週の,その9日からとか、うん、結構閉まってるんだねそうそう休むんですよね<ー>だから何かなんていうかなじゃあ何すればいいのって感じ <laughs> そうなの<ー>もう何もしないっていうのもいいんじゃないですか <laughs> いやもう十分ですよね。もうルーティンに戻りたい、僕は。なるほど、なるほど。そう。<laughs> 戻りたいですよ。図書館もまだ開いてないし。うん、ああ、本当そう。まあ来週か、じゃあ。そうですね。うん、うう来週からですよね。うん、まあ週末に図書館は開くらしいですけど、まあ、うん、なんかこう。 まあそうですね子供のスイミングも週末からかやっとやっとですやっとですね,ですねそうはい、はい、ルーティーンに戻りたい僕は、うん、ルーティーン男だまあ、まあ、ルーティーン男そうそうそう、うん、私たちねそうね、うん、まあまあゆっくりできたんですよいいじゃない、うん、そうですねカウントダウンはあの子供は初めて12時まで起きてましたね今年はおあ、はい、初めてね初めてそうそうそう,そう そうかまあ1年前は多分11時ぐらい、うん、2>, 2年前は10時ぐらいで寝てしまい今年は初めて12時まで起きて、うんうん、いいですねいいですねはい頑張って起きてたんですねそう起きてたけどなんかもう321みたいな時も,もほとんど寝てましたね目が覚えてないつら <laughs>、まあ、いよね結構つらいつらい子供にとってはつらいですよね結構ね夜更かしだからね、はい、うそうそうそう12時はちょっと遅いなんか日本風に 静かにこう新年を迎える感じそれともスペイン風になんかちょっと明るく迎える感じなんですか日本風ですね。まあやっぱり奥さんにとってスペインにいないとスペイン風になれないですよね。なれないよね。はい 1>, 1人だとちょっとね無理だあ,、ね、ううあの外国に住んでるけど自分の国みたいに、うん、あの生活する人いるじゃないですか。 例えば日本に住んでるけどすごくスペイン人っぽいいろいろなイベントをしたりとかね奥さんはそういうタイプじゃなくて住んでる場所に合わせるっていう感じで僕もそうですね僕もスペインに行った時全然日本っぽいものを求めないっていうか大変ですからね結構他の国に住んで自分の国のことをやり続けるっていうのは大事ですけどちょっと大変で。 のりこさんとかおせちとか作ってないでしょいや、作ってないですよ。っていうか私は一回も作ったことない。おせちなんか <laughs> 食べるだけ日。日本にいた時も。そうそうそう。食べるだけ、私。<laughs> おせち本当に。お恥ずかしい。お恥ずかしいんですけどね。はい。おせちじゃあ、もうしばらく食べてない。しばらく食べてない。うんはい。まあ僕もしばらく食べてないんですけどね。うん、うん、本当に。はい。 おせちって結構大変ですからね作るのそうだよねそうみたいねいろんなこうものを準備しなきゃいけないからいつもより手間がだから買う人が多いのかなまあ例えば豆とかいろんな豆をまあ料理するでしょ煮煮ますよねでそれぞれの豆はんかこう硬さも煮る時間も違うから同じ鍋で全部煮るわけにはいかないんで 一つ一つにないといけないでしょだからすごい大変だと思いますよそうだよねだから大みそかとかその前の日から準備してたりするんだよねそうですね2日3日かけて買い物も入れたらもっと長く準備してなんか食べる時は10分ぐらいで終わるみたいなそう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 もう作ることがこう好きな人じゃないとねやってらそないですよね。やってらうないね。うん。 まあ、買ったら結構高いですけどね。うん。僕たちはもう買わない。全然買いません。あれ、1万円とか2万円とかしますからね。あ、本当にそうそうそう。デパファートとかで買うとそうそうそう。まあ、もちろん豆だけじゃなくて、こう、和牛とか。まあ、いろいろね、セットとか。そう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 。まあ、そりゃ高いわな。そう。でも、やっぱり、基本的には、まあ、冷たい食べ物ですよね、おせちって。 そうなんだよね。そう。そうそうそう。冷たいんだよ、みんな。冷たいんですよ。だから僕はあんまり冷たい食べ物を冬にまあ食べるよりは、うん、まあ冷たいのは寿司とかはいいんですけど、うん、なんか寿司となんか鍋とかそういうのほら好きですよ、ね。あね。鍋がそう。ね。鍋がいいね。実際は何食べたかなショー、カントダウン、大晦日は。 まあ、エビフライとか寿司とか、えー、なんかそういうのを食べながら日本酒飲んで、うん、あ日本酒飲んだのそう<ー>日本酒最近飲み始めちゃっておおすごい私日本酒全然分かんないのいや僕も全然分かりません本当にはいだから美味しさがまだ分からない<で>、うん、美味しさはねなんかね、うん、なんて言うかな か大吟醸みたいなやつ、うん。大吟醸みたいなやつ。<laughs> そんな言葉はわかるけど、<laughs> 何それは、はい、大吟醸って何か、<laughs> あれでしょ、ちょっと飲みやすいんですよね。うん一番いい,、はい、いいものなんですかやっぱ大だから。大吟醸 <laughs> そういうわけとしてはないと思いますね。<laughs> あ、本当に。もっとなんか素人っぽいでしょ。大吟醸って多分。<ー>もっとあの、 なんかこう飲みやすいっていうことだと思います。なんかそのはいなんか作り方ですよね。そのそっかはいまあ私本当に分かんない。いや僕も全然わかりません、うん、本当に奥さんがでも結構ブームみたいね日本のお酒今世界でまああのウイスキーも含めて、うん、あのねやっぱりまあ日本酒を買うときにいろいろまあデ、うん、パ地下とかね、うん、レパートの地下とか見てみたんですけど。はいはい うん、あのワインに比べると安いあそうなんだまあもちろん高いのもどこかにあるかもしれないけど、うん、あのワインって本当に高いじゃないですか高いものは、うん、あの何かもう何万円ですよね何十万円とかあるでしょ、うん、でまあ1万円とか普通にありますよねたくさん、うん、でもワイン、えー、日本酒は本当に結構良さそうなのでも3,000円4,000円とかそうなんだはいはい もうもか1,000円2,000円ぐらいでもうんかすごくおいしそうなるほどねもちろんそのなんかあのプレミアムなねなんか少ない本数しか作られていない、うん、なんかそういうものは高くなると思うんですけどワインほどあのマーケットが大きくないですからね世界中じゃないから、うん、なるほどねそうそうそう。 うかそうかだから多分日本酒を飲んだ方がまあいわゆるコスパがいい,うんはい値段の割にはなんかすごくこうウイスキーもそうなんですよねウイスキーもまあ最近すごい高いですけどジャパニーズウイスキー山崎とかでもなんかあのワインに比べるとまだなんかこう買いやすいですよねウイスキーって。うん なんかそうワインって本当にもうすぐ飲んでしまうでしょ一本なのに。そうなんだよね。はい。でもウイスキー同じ値段だったら、もうそんなに早くい。ちょっとしか飲まないから一回。そうそうそう。強いですからね。はい。なるほど。その通り。そうそう。まあ、の子さんにもらったウイスキーすぐ飲んじゃいますたあれ、美味しかったから本当に。懐かしいね。そう。のり子さんがくれたウイスキー美味しかった。すぐ飲んじゃった。強かったけど。 あれ50度ぐらいありましたからね。47かな。うん、もうあれもね、もうイングランドで、まあインターネットで買おうと思ったら買えるけど、直接お店ではもうイングランドで売ってないウイスキーだから。うん、アイランドに行かなければってる、ねき。じゃないきゃ買えない。うん、寂しい。寂しいってよくわかんない。<laughs> 今私の家にはウイスキーがないね。 うん、えじゃあもうなんかイングランドビアみたいな感じなんですかいやーその引っ越す時にね、うん、あのもうあ開けてたやつ頑張って終わって,きてからはいはい <laughs> 全部終わらせたんです <laughs> <局>そうそうそう新しいのをね買いたいけどまだ買ってないっていうだけで、うん、でもねウイスキーが飲みたいわ確かにそろそろねちょっとこう片付けも落ち着いてそうそう落ち着いたからね、はい、ちょっともう買い物してもいいと思うんだよねうんそうでしょもまだ料理してないんですか 普通にしてます普もうしてるんでしょ。はいはい。もう全部日本時はが終わりましたから。はいはいはい。だからね、もうボトルを増やしてもいいと思うんですけど。ボトルを増やす。面白い言い方です。ボトルを増やしてもいい。コレクションコレクションっていうかさ、うちの旦那お酒好きだから、ボトルがこう何本か置いてあるコーナーがあるわけですよ、ただのところにね。でもそれがやっぱ引っ越しでもう半分以下になっちゃったから。いや、優しい奥様、のりこさん。 えだからそのうう旦那さんのウイスキーコレクションがこう<う>棚にちゃんとあるってことですよね。そうそうまあ、ウイスキーだけじゃなくてねいろんな、はい、お酒のコレクションがね<ー>それを許してるというかまあ一緒に楽しんでいる優しいんなですかそう僕のの奥さんなんはそういういい隠してみたなな感じなんですよに。 そう、なんかウイスキーはなんか悪い。子供の目に見えたら悪いとか。まあまあまあ、でもうち子供いないから。いや、もし子供いなくても同じだと思う、なんかもう、やめて、みたいな感じなんで。本当に。どこに隠せばいいんだろう。いや、僕のあの、ダンベルの裏ですね。あそうか。ダンベルの裏。そう、僕の押し入れの下の一番奥にダンベルを隠してるというか、ダンベルの場合は、まあ、使われてない。 あ、もう使われた、使われてない。全然使われてない、あの。今日のもうほこりが、ほこり、もうほこりかぶり始めてる。ダンベル。その後ろに。あえて隠すんですね。あの、ウイスキーが並べられている。だからいつも飲むときは。うん。なんか。本当になんか泥棒みたいに、自分の家で泥棒するみたい。そうだよね。こっそりってこと。こっそり。でも、それはちょっと悲しいよね。肩身が狭いという。か奥さんがいない。 あの、いないときにいないときに。そうか。もしか眠るころ。こっそり出して。そうか。しかもこう、ウイスキーを飲んでることを悟られないように、マグカップで飲んだりして。マグ、そんな。はい。そうか。いいワイングラスですぐわかるからね。もちろん。そう、色でわかるから。マグカップで。え、何を飲んでるそうそう。ティー、ティー。ヨークシャティー。

でも、ハチミツはとか、ハチミツはいいのかな <laughs> そ,うそうそうそう。俺が欲しいのはビーフジャーキーだ。あうバレバレですね。<laughs> <laughs> そう、その時点でバレバレですね。はいはい、もしくは、ナッツを持ってこい、ナッツを。そう、そう、るわわかるわ,かるわ、はい、そういうの、乾いたものだ、<laughs> 乾いたもの。<laughs> ああ、なるほど。<laughs> まあ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 、ね。まあ